突然だが霊夢、渓谷と北朝鮮が戦ったらどっちが勝つと思う？難しいわね。僅差で渓谷じゃないかしら。渓谷の F-35A、30機が機体緊急発進しても勝ち目がなかったのにか？どんだけ弱いんだよ渓谷、これは気になるわね。ということで今回は韓国 F-35A 30機が北朝鮮へ。緊急発進、その結果、報復され絶望をお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、渓谷が北からの報復に絶望しているんだ。ふむふむ。2022年11月、渓谷軍が南東部ウルサン沖に戦略巡航ミサイルを発射したという北朝鮮の主張を否定したことについて、北朝鮮の対外宣伝サイト我が民族同士は11日、ズーズーシーとして反論する記事を掲載したんだな。ちょっと待ってよマリサ。何この言い合い？北朝鮮の朝鮮人民軍総参謀部は7日、渓谷と米国が5日まで実施した、大規模な空軍合同訓練ビジラントストームに対抗し、2から5日に対応軍事作戦を断行したとして、ウルサン沖約80キロの公海上に、2発の戦略巡航ミサイルを撃ち込んだと主張しているんだぜ。だが、渓谷軍合同参謀本部は捉えられた巡航ミサイルは、ないとして、北朝鮮の主張は事実ではないと否定しているわけだ。撃ちすぎなのよね。本当に撃ってなくても撃った気がするというか、あれ？結局撃ったんだっけ？記事は我々の戦略巡航ミサイルが2発も飛んでいったことも、知らなかったとは、傀儡軍部一味としては実に困ったことだっただろうとし、渓谷軍の中距離地対空ミサイル天球が飛行中に爆発したことや、弾道ミサイル、玄武2Cが正常に飛行せず、軍基地に落下したことを取り上げ、それこそ泣きっ面に蜂と皮肉っているんだな。やめてあげて、渓谷のライフ悪いよ。まあ、北朝鮮の尋常でないミサイル乱射に同国の幹部や貿易関係者らが不満を、募らせていると、米政府系のラジオフリーアジア RFA が伝えているんだが、北朝鮮は2日、少なくとも23発のミサイルを発射しているんだぜ。最近、気が触れたみたいに撃っているけど、どうしちゃったのかなテクノカット将軍様は、もう手が震えて勝手に発射ボタンを押しちゃうのかな？その翌日、C 国に駐在する北朝鮮の貿易関係者は RFA に対して次のように語ったんだ。昨日1日の間にウォンサンなど様々な地域から多発的に弾道ミサイルが発射されたニュースをインターネットで見て、言葉を失った。ミサイル1発を発射すれば数十万、数百万ドルが消えるのに、何を考えて、あれほど多くのミサイルを1日で発射できるのか。正気とは思えない。いや、知らんよキムが何を考えてるかなんて。特に北朝鮮が史上初めて南北の海上境界線である北方限界線 NLL を超えて、渓谷の領海近くにミサイルを落下させた件については、戦争の雰囲気を助長するかのような北朝鮮当局の行動に、C 国に、駐在する貿易関係者らは言葉を失っているとのことだ。本当に迷惑よね。もしも有事になったら総書記一人で戦ってちょうだいよ。どうせ、100万個のジャガイモで手を打とう、とか言って白旗振るんでしょうけど。そもそも、貿易関係者らが恐れるのはもちろん対北経済制裁の一層の強化だ。北朝鮮経済は長きにわたる制裁と新型コロナウイルス対策の国境封鎖で厳しい状態にあるんだな。コロナの前はちゃんと貿易してましたみたいな話やめてよ。国連安全保障理事会では、ウクライナに侵攻中のロシアと欧米の対立で、新たな対北制裁決議が出る見通しは立っていないんだぜ。それでも無用に緊張を煽る行為は頼みの綱である C 国からも、不況を買いかねず、その点も貿易関係者には不安材料なようだ。さすがの習近平もアウト、って言うわよね。いくらなんでも打ちすぎだよ。一方、平安北道の国境警備隊の幹部は RFA に対し、一連の、ミサイル発射直後に戦闘態勢が発令されたと明かしているんだな。その上で、国境警備隊の幹部たちは、ここまで経済が苦しい中で戦争の雰囲気を、高める意図が何なのかわからないとの反応を見せていると述べているぜ。早く核を放棄してよキム。南北が手を取り合って幸せな世界を築くべきなのよ。視聴者の皆さん、世界平和のためにできること、コメント欄で教えてね。さて、渓谷軍によると、11月4日午前11時から午後3時頃まで、北朝鮮の内陸部や、日本海公海上空などで、北朝鮮の軍用機の飛行が複数確認されたらしいんだ。ふむふむ。そこで、渓谷空軍は F-35A ステルス戦闘機など30機以上を緊急発進させ、対応したというわけだぜ。整備もしてない F-35A を飛ばす勇気には脱帽だわ。弾も模擬弾しか持ってないとかだけどわら。だが、北朝鮮はこれに対し戦闘機を飛ばして応戦。しかし、北
北朝鮮が持っている戦闘機は1985年以前に製造されたソ連製で、実戦では役に立ちそうもないレベルだったんだな。しかも1時間飛ぶのに3000リットルのガソリンを使うので、北朝鮮の今の状況からするとこれは最後の賭けに出たような感じすらするぜ。北にとってはガソリンも貴重でしょうね。しかも骨董品戦闘機に使うという無駄っぷり。それを使ってしまうくらい北朝鮮は今相当怒っているわけだな。怒っているのは北の人々なのでは？じゃがいもさえ食べられないんだからさ。そうだな。今回の件は、アメリカとユン・ソンニョル大統領が北朝鮮政策を全く、見直そうとしないところへの不満と苛立ちが感じられるな。だって経済制裁を解いたら、その資金で今度は核ミサイルを量産するからね。椎茸栽培に使うっていうなら、経済制裁解いてやんよ。でさ、そんな北朝鮮の内部はどうなっているの？首都平壌の豊かな暮らしなどが宣伝サイトでアピールされているが、WFP。国連世界食糧計画の2018年から2019年の調査によると、1年間の農作物の収穫量は過去10年間で最低水準の490万トンと推定。主な原因は天候不良だが、そこに農機具をはじめ、燃料肥料の不足が追い打ちをかけているそうだ。キム以外は原始時代みたいな暮らししてそうよね。その結果、北朝鮮の人口およそ2590万人のうち、4割に当たる1070万人が栄養不良で、5歳以下の子供の5人に1人が発育不全だと WFP は報告しているからな。地獄だわ。キム氏と側近たちはあんなに太っているのにでしょ？それとも国民はみんなダイエットでもしてるのかな？今年は秋の収穫が終わったばかりなんだが、食糧危機への危惧が高まっているみたいだな。状況が深刻な理由は、田植えの時期にコロナが蔓延したこともあるそうだ。北朝鮮では田植えの時期を逃さないよう、都会からたくさんの人が、田舎に支援に行くんだが、それができなかったわけだぜ。それに北朝鮮の土地はかなり痩せていて、四国から肥料を輸入しなければならなかったんだ。加えてキム氏がミサイル撃ちまくってお金がないから、補助金も出ないというね。まあ、肥料がなければ収穫は望めない。なのに四国から肥料を輸入したという、記録があまりないそうだ。状況はものすごく深刻そうだな。習近平、なんとかしてあげてよ。だが、キム政権は国を飢餓にすることで北朝鮮国民が国に、頼らざるを得なくなる状態にしているとも言われているぜ。悪魔かよ。絶望しかないじゃないの。キム・ジョンウンが3から4日に撃ったミサイルを金にして食料を輸入していれば、みんな飢えずに済んだしな。それじゃこの状況は意図的だって言うの？許せないわ。そもそもな、これは今に始まったことではなく、1990年代に北朝鮮の国民がたくさん飢えた時に、北朝鮮はキム・イルソン主席の遺体安置所を作るのに10億ドル近くを使っているんだ。それを食料に当てていたら飢餓にはならなかったし、この国は政権維持を最優先しているんだ。キム家のお墓を核の廃棄場にしましょう。もしくは巨大ボットン場で。そもそも食べてないから出ないだろ。おまけに北朝鮮は国民経済の 7% を軍備に使っているが、そこを少しだけ削れば国民は飢えずに済むんだ。しかし北朝鮮に飢餓が蔓延すると、国際社会が面倒を見るという非常に皮肉な状況が続いているんだぜ。もうダメ、聞いてられないわ。どうにかならないの？これからどうなっていくのかしら。ここから、最近の北がミサイルを連射していることに関してちょっとほじくってみるぜ。お願いね。2022年11月、北朝鮮は11月5日までの間に、31日にわたり、90発以上のミサイルを発射しているんだ。このうち6割以上に当たる56発が、米空母ロナルド・レーガンなどが参加した米韓合同演習が始まった9月25日から、大規模な空軍主体の合同演習ビジラントストームが終了する。11月5日までの42日間に集中しているのは、誰が見ても明らかな政治的行動だ。そんな物騒なもんじゃなくて、せめてジャガイモを代わりに飛ばせよ。これは北朝鮮が幾度も発表しているように、米韓の合同軍事演習に反発した。C 行動を主目的としているから、ジャガイモじゃ意味がないんだ。そりゃそうでしょうけども、朝鮮労働党第8回大会で決定した国防科学発展及び兵器システム開発5カ年計画を、いかに早く、そしてよりレベルの高いものにするかに主眼を置いているようだな。つまり、9月25日以降のミサイル発射は、その主たる目的が米韓の、合同軍事演習に対抗したミサイル部隊等の攻撃能力の向上。専門用語で言えば、部隊の急速連成、有事に備えて一気に組織や個人の、能力を高めるデモンストレーション的な意味合いが強いんだぜ。待ってよマリサ、有事へのデモンストレーションだっていうの？もちろんこの期間中にも長距離弾道ミサイル、C
新型巡航ミサイル、新型地対空ミサイルなどを発射しているしな。閻魔様に下抜かれるレベルね。今後試験を実施する予定であった各種ミサイルを前倒して、このミサイル実射演習に組み込むことで、現段階での実用性を確認するとともに、これら新型ミサイルの威力誇示をアメリカに思い知らせるつもりだろう。アメリカが民主党政権だから、今のうちに撃ちまくっておこう的なね。キムはバイデンに何が伝えたいんだろう。ミサイルの威力も誇示したいんじゃなくて、本当は。だがな、このような北朝鮮の緊張を高めるような挑発行動に対して、米韓は一歩も引かないだけでなく、逆にそれぞれの演習期間を延長しているんだぜ。キムの気持ち、分かってあげてよ、情のうち。誰が情のうちと前だ。まあ、米韓の演習がさらに北朝鮮の反発を招き、ミサイル発射を誘発するような形となって、ミサイル発射が止まらないし、止める国もいない状況となりつつあるんだぜ。もうどこまで悪化するかわからないわね。しかも、米韓合同演習ビジラントストームで、述べられたように、今はまさに軍事的圧力を高める時期にあるんだな。このままアメリカとその同盟国に噛みつき続けても、北朝鮮に勝ち目はない。今までの成功体験をもとに北朝鮮がこれを見誤れば、キム・ジョンウン政権は崩壊し、跡形もなくなるだろうな。昔の日本も、アメリカに無謀な戦いを挑んだからね。今の北じゃアメリカとのデュエルには勝てないわ。そして、現在の北朝鮮による挑発活動は、プーチン大統領のウクライナ侵攻に非常に似ているんだ。核攻撃をちらつかせて欧米を威嚇するプーチン大統領に対して、米国は一貫して対抗姿勢をとっているからな。北朝鮮のキム・ジョンウン総書記に対しても現時点で米側が妥協することは、ありえず、むしろ対決を喜んでいる感さえあるぜ。戦いに来れば、北はアメリカにボコボコにされちゃうものね。さて冒頭の話に戻るが、米国軍は4日、午前11時頃から午後3時頃までに、レーダーが北朝鮮の軍用機の米180機分の動きを探知したと発表しているんだ。ふむふむ、対抗して世界に名を馳せる米国軍も F-35A など80機余りを緊急発進させたんだぜ。確かに、お笑いの伝道師として名を馳せてるわね。3日夜、弾道ミサイル3発に加え、日本海に80発余りの砲撃を行った北朝鮮。その理由は、アメリカと米国が先月31日から行っている空軍の合同訓練だ。貴重なガソリンをバカスカ使っちゃって、また国民がひもじい思いをするのよ。そして、北朝鮮が3日朝、ICBM 大陸間弾道ミサイルとみられる、長距離ミサイルなどを発射したことから演習の延長が決まり、それに伴って、米国メディアが終焉の白鳥と呼ぶ、アメリカ軍の B-1B 戦略爆撃機が新たに投入されたんだな。終焉の白鳥？どこのラノベ？ B-1B 戦略爆撃機は、音速を超えるマッハ 1.2 というスピードで、グアムから朝鮮半島まで2時間で到達可能な機体でだな。敵レーダーに探知されにくいステルス機能を合わせ持ち、敵陣に侵入して大量の爆弾を投下することに特化した爆撃機なんだ。これは終わりの始まりですわ。2017年に北朝鮮が初めて ICBM 火星14を発射した後も、朝鮮半島の上空で射撃訓練を実施。キム・ジョンウン総書記が最も恐れる爆撃機がこの終焉の白鳥だぜ。グアムから探知もされずに2時間で到着とか、キムも気絶するレベル。そもそも、キム総書記は以前からアメリカの戦略兵器が朝鮮半島に入ってくることを極度に恐怖していたんだ。B-1B を投入する狙いについて専門家はこう話している。海上自衛隊元海将幸田洋次氏によると、航空兵力による北朝鮮に対する対応という意味では一番強い対応。北朝鮮が一番攻撃して欲しくない目標について確実に攻撃をすると示しているのが B-1B の配備。例えば、平壌の金正恩総書記の居住地域とか一連の政治経済の中枢、北朝鮮の象徴である太陽宮殿なども含め、アメリカはいつでも攻撃できるとのことだ。核実験施設をコテンパンにして、国民を解放しよう。オースティン米国防長官は米国や同盟国へのいかなる核兵器攻撃も容認しないとして、北朝鮮が核兵器を使った場合、キム・ジョンウン政権が終焉すると牽制しているぜ。終焉の白鳥が北の空を飛ばないことを祈るわ。だがな、昼夜問わずミサイルを発射する北朝鮮は、すでに、米国全土を確実に射程距離に入れている可能性が高いんだ。つまり、米国を破壊するのは時間の問題だと？もちろん、今日明日ではないが、目標の半分を達成して、残る、半分についても道半ばくらいまで来ているんだぜ。これは北朝鮮自身の自信の表れで、アメリカものんきに構えていると同盟国に核を落とされかねないぜ。警告に落とすならまだ、いや、その、なんだろ、日本にはやめてね。
郷田洋二氏によると、アメリカの最大の懸念は金正恩氏の意思ではなく、緊張状態がピークに近づく中で、現場の指揮官のとっさの判断による偶発的な衝突らしいぜ。キムがなんか今日はイライラすんな、吉角でも撃つかってなるってこと？いや、非武装地帯周辺の上空を旋回している米艦の偵察機を誤って、撃墜したり、北朝鮮の潜水艦が米艦の軍艦を攻撃するなどだな。そっちか。アメリカはこうした事態を避けるため、対話を始めることを求めているが、北朝鮮は核実験を止める気配がないんだ。対話が無理なら終焉の白鳥を北の空へ送ったらいいと思うわ。これからも警告から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。